ファインダーをクリックします。ファインダーを使ってフォルダやデータの操作を行います。書類フォルダをクリックします。書類の中が開きました。パスバーで現在のフォルダの位置がわかります。表示方法を変えてみます。新しくフォルダを作成してみます。ファイルをクリックします。新規フォルダをクリックします。 名前を入力します。フォルダができました。